すぎたかも。鍵開いとらんやろな。あれ開いた。やっぱりマスキさんでしたか。練習ですか。いや、ちょっと叩きたくなっただけだ。お前はバイトか。そうなんです、今日はオープン担当なんですけど、だいぶ早めに着いてしまって。まだお前しか来てないぞ。鍵開けたの私だったし。マスキさん、何時くらいからここにいたんですか。さあ、起きて着替えて飯食ってすぐ降りてきたなあ。もしかしてバイト始まるまでまだ時間あんのか。30分くらいなら。どうかしました。ちょっと付き合えよ、セッションすんぞ。え、ダメですよ、今から始めると仕事が手につかなくなっちゃいます。時間までには終わらせるから、ほら来いよ。相変わらずすっげえ音出すよな、ロックは。ありがとうございます。マスキさんのドラム、やっぱり音圧が桁違いや。自由に暴れ回って跳ね回って、こんな音聞かされたら私ももっと。ロックのやつ加速しやがった。いい度胸じゃねえか。行く。マスキさんの音が捉えきれ。え、ああ、もうバイトの時間。すみません、マスキさん、最後全然合わなくなってしまって。気にすんな、私も熱くなりすぎた。バイト頑張れよ。ありがとうございます。マスキさん、絶対もっとやりましょう。ああ、いつでもかかってこいよ。ロックのやつ遅えな、練習始まっちまうぞ。そろそろ来るよ。今まで一回も練習に遅れてきたことないし。ロックさんは練習大好きですからね。実はさ、昼間も一回ロックと音合わせたんだ。ギャラクシーでたまたま会ったから、その流れで軽くセッションしといた。ほんと好きだよね、二人とも。けど途中から全然音が合わなくなっちまってさ、なんか消化不良だから早く練習始めたいんだ。お疲れ様です。すみません、遅くなりました。いえいえ、ちゃんと間に合ってますよ。バイト長引いたんですか。はい、打ち合わせが伸びてしまって。すぐ準備します。もう少し落ち着いてからでもいいんじゃない。息切れしてるよ。でも早く練習を始めたいので。マッスーさんと同じことをおっしゃってますね。え、レッスンの時間よ、全員揃ってるわね。もちろんです、チュチュ様。今日から新曲の練習を始めるわ、スタンバイ。はい、一回頭から通していくわ。失敗しても演奏を止めないこと。それじゃあレッツスタート。よし、ドラムの音よく聞いて。今日はここまでね。初めての練習としては納得できるクオリティだったわ。続きはまた次の練習で。ありがとうございました。ロックさん大丈夫ですか。すごく落ち込んだ顔されてますよ。マスキもね。ああ。すみません、私が音を合わせられなかったせいで。お前のせいだなんて思ってねえよ。今は会っていなくたっていい、
本番までにはプロデューサーである私が完璧に仕上げてみせる。ノープロブレム。もちろん父さんのことは信じてます。ただ何かが引っかかってしまって。うまくいかなくてモヤモヤすることってありますよね。ただ音が合わないと一口に言ってもいろんな理由が考えられますし。前に一緒にやってた仕事仲間にそういうのがすごく上手い人がいたよ。どんな人の演奏にもスッと合わせられるの。本当ですか？その人のお話詳しく聞かせてください。期待してるほど役に立つかはわからないけど、その人はサポートするバンドの人たちとのコミュニケーションを大事にしてたと思う。一緒にスタジオ入りしたり、プライベートで買い物に行ってるのも見たかな。なるべく同じ時間を過ごすことで相手が何を求めているのか肌でわかるようになるのかもね。確かに仲のいいバンドって技術じゃ説明できない一体感みたいのがあるよな。お互いを知るって大事ですもんね。同じ時間を過ごすか。やるか。いいんですか？ぜひお願いします。いつからにしますか？次の休みからですか？おい、ちょっと落ち着けって。休みの日なのに習慣でいつもの時間に起きてまった。とりあえず朝日湯の掃除だけ早めに済ませておこうかな。その後マスキさんが何時に来るかをメールで聞いて。ロック、いるか？この声、マスキさん？おっす、やっぱ朝はまだ寒いな。おはようございます。じゃなくてまだ朝7時にもなってないですよ。今日は一緒にお買い物に行くんじゃないんですか？なるべく同じ時間を過ごすっつったのお前だろ。それはそうですけど。じゃあ早速朝日湯の掃除に行くか。毎日やってるって言ってたよな。いいです、いいです。朝の掃除は私の仕事ですから。水臭いこと言うなって。同じバンドの仲間だろ。朝日湯って従業員用の裏口とかあんのか？マスキさん待ってください。疲れた。銭湯の掃除ってかなりきついな。腕パンパンだぞ。マスキさん思いっきりやりすぎなんですよ。あんなに力入れなくても大丈夫だったのに。それを早く言えよ。まだ指先がジンジンしてんぞ。あ、ハンドクリーム使いますか？手荒れ防止になりますよ。あ、サンキュー。鼻の匂いがする。いいな、これ。どこで買ったんだ？この間、アコちゃんやアスカちゃんとショッピングモールに行った時買ったんです。結構お気に入りなんです。へえ、じゃあ今日の買い物はショッピングモールでするか。私もそれ買っときたいし、行こうぜ。え、まだ朝の8時ですよ。お店はどこも開いてませんって。あ、そっか、あと2時間は開かねえか。結構時間あるな。うん、けど確かあそこって映画館は早い時間から開いてなかったか？本当ですか？映画ならだいたい2時間くらいだしちょうどいいですね。今から間に合うやつやと、うん、この2つみたいですよ。おお、これ私が見たかったやつだ。あ、やべえ、ギリギリじゃねえか。急ぐぞロック。よかった、案外早く着いたな。まだ余裕ありそうだ。マスキさんがバイクを飛ばすからですよ。けどまさかマスキさんが見たいって言ってた映画がこっちだとは思いませんでしたよ。もう一本のアクション映画の方だとばかり。はあ、絶対こっちだろ。子供向けアニメなんだけど大人も泣けるって評判なんだ。へえ、そんなに。ほらチケット買うぞ。
お前も生徒手帳出せよ。ん？マスキさん、何か落ちましたよ。写真？あ、ありがとな。昔の写真だから、なくしたら大事だった。ここに写ってる小さな子って、子供の頃のマスキさんですか？てらかわいいですね。そうか。親父にはよく目つきが悪いって、その頃から言われてたけどな。ほら、私の隣でバイクにまたがってるのが親父な。本当だ。オーナーには昨日もギャラクシーで挨拶しました。で、反対側がラーメン銀河の店長、後ろにいるのがデスギャラクシーのボーカルだな。皆さんのお若い頃の写真、かっこいいけど普通の人や。あ、いえ、デスギャラクシーっていうバンド名だから、すっごいメイクの人たちを想像してて、ほら、デスって入ってますし。なんだそりゃ、ステージから降りたら普通に決まってんだろ。この写真はデスギャラクシーがワンマンライブで大成功した時だって言ってたな。親父たち何かっつうとこの公園までバイク飛ばしてたよ。ベンチぐらいしか置いてないけど、丘の上にあるから夜景がすっげー綺麗なんだ。写真だといまいち伝わらねえけど、演奏のことで喧嘩した日も、新曲が仕上がった日も、いろんな理由つけてここに連れてかれた気がする。はしゃいでる大人を見るのってなんか悪くなかったな。だからマスキさんもこんな楽しそうな顔してるんですね。まずい、映画が始まっちまう。さっさとチケット買って入るぞ。はい、お財布は、お財布。ああ、ムカつく。めちゃくちゃ泣かされた。もう、天才子やった。お前、結局私より泣いてんじゃねえか。なんて、心の準備ができてなかったと言いますか。見てよかった。あそこ良かったよな。ラストで夜景に花びらが散るとこ。それ以上言わないでください。今本当にまずいのね。はあ、なんかすっげえ体力使ったな。ですね。お、そろそろ他のお店が開く時間みたいですよ。店員さんは準備し始めてます。うん、買い物行くか。お互いをもっと知るための第一歩です。ハンドクリーム、気に入るのが見つかってよかったですね。匂いも成分もあんなに種類があるもんなんだな。パレオがいくつも持ってる理由がやっとわかった。お、ゲームコーナーがあるぞ。ちょっと寄ってくか。マスキさん、ゲーム好きなんですか？まあ、人並みだと思うけど。あそこにあるの、銃でゾンビ撃つやつか。ちょっとやってみようぜ。バイオパニックのシューティングゲームですね。久しぶりにやるのでお手柔らかにお願いします。マスキさん、そっち行ったら危ないですって。はあ、問題ねえって。こんなゾンビなんて。うわ、やべえ、すっげえ囲まれた。あとは頼んだ。マスキさん、マスキさんの敵は必ず。3ステージ目でゲームオーバーか。やっぱりなまっとる。お前、慣れてんな。実家にいた頃、たまにバンドのみんなとゲームコーナーで遊んでたんです。バンド練習を早めに切り上げて。マスキさんはこのゲームそんなにやってないですか？このゲームっつうか、誰かとやるのはあんまり。
学校のやつは誘えないし。そっか、マスキさんってかなりのお嬢様学校に通ってるから。白雪学園でしたよね。ああ、学校でゲームっつったらチェスが出てくるな。お嬢様ってすごい。そんなことより、あっちにあるクレーンゲームやらないか。さっきから気になってたんだよ。いいですよ。あ、奥の方に入ってるぬいぐるみ、今朝見た映画のキャラじゃないですか。マジか、連れて帰るしかねえな。あ、マスキさん早いでしょ。マスキさん、シューティングとクレーンゲームはともかく、なんで太鼓のリズムゲームもダメなんですか。ああいうのっていまいち乗りづらいんだよな。もっといいリズムがあんだろ。だからってあんなにアドリブ入れたらすぐゲームオーバーになっちゃいますって。まあいいじゃねえか。で、次はどこに遊びに行く。いや、マスキさん、今日は遊ぶのが目的じゃなくって、お互いのことをもっと知るっていうのが目的でしたよね。新しく分かったのって今のところゲームの腕前くらいしかないですよ。まだ初日だし、ゆっくりやっていけばいいだろ。あ、そこの店寄ってってもいいか。家事の材料の品揃えがいいんだよ。今度は何を作るんですか。いや、まだ決めてない。作りたくなるもんが見つかったら作るけど。うわ、まずい、学校の先輩にカヌレをもらったお返し作らねえと。今回はアップルパイでいいか。いいですね、美味しそうです。好きなのか、アップルパイ。もちろん大好きです。あ、いや、この前ハロウィンの時に作ってくれたパンプキンタルトも捨てがたいですけど。なんていうか、マスキさんが作ってくれたお菓子はどれもこれもデラウマです。はは、デラウマか。じゃあ今度うち来いよ。デラウマのアップルパイ食わせてやっから。いいんですか。ああ、シナモンたっぷりのすっげえうまいやつ作ってやる。そこにバニラアイスを乗せましょう。おー、いいなそれ。やったー、楽しみです。おはようございます。おはようございます。今日はお二人でいらしたんですか。はい、マスキさんのバイクに乗せてもらいました。この前言ってたの本当にやってるんだ。まあな、つうか銭湯の掃除ってあんなきついのな、全然知らなかったよ。ロックはあれを毎日やってんだろ。まあ日課みたいなものですから、もう慣れちゃいました。ああ、そっか。お前のギターの音の強さってあのモップ掛けから来てるのかもな。それは特に関係ないと思いますけど。まあ始めたばかりだし、そんなものじゃない。他に何か成果は？マスキさんはゲームがあまり上手くなかったです。はあ？つーか、こいつ映画見てすっげー泣く。え？それだけ？なかなか道のりは長そうだね。千里の道も一歩からと言いますよ。お気になさらない方がよろしいかと。だよな。よっしゃ、ロック、まだまだ続けんぞ。いいよな。私はもちろん大丈夫です。チチさん、いいでしょうか。はあ、勝手にすれば。ただし本番が近づいたらやることはやってもらうわ。んなの分かってるって。ならスタジオに入って、レッスンの時間よ。ラーメン一丁お待ち。一番端のお客さんな。接客できてるからテンパるな。なんなら少し休憩行くか。大丈夫です。
マスキさんがいつもどんな風に働いてるのかちゃんと知りたいので、ちょっとずつでもマスキさんのことを知って音を合わせられるようにしていかんと。ロック、それ終わったらそこの食器下げてきてくれ。はい。はあ、たく慌てなくて大丈夫だっつってんのに。だろ、マスキさん、どんぶり下げてきました。次は、注文取りに行ってきますね。ふう、お客さん、やっと全員はけたな。一息つけるかもとか言ってるとまた混み始めるんだけどな。こんにちは。ほらな。ってお前ら、どうしてここに。マスキ連絡くれたじゃん、ロックとやってるって。だから来ちゃった。お邪魔します。ちょうど空いてるタイミングでよかったですね、チチュ様。別にどのタイミングでもいいわよ、無理やり連れてこられただけなんだから。そんなこと言って、マッスーさんとロックさんがどんな風にコミュニケーションをとっているのか気にされてたじゃないですか。シャラップ。んで私はどこに座ればいいの。片付け終わってる席ならどこでもいいぞ、ラック。はい、こちらへどうぞ。この椅子ちょっと高すぎじゃない。座らせてやろうか。結構よ。チッチ様、パレオが手を貸しますよ。さあどうぞ。パレオ、そこまでにしておきなさい。みんなはしゃぎすぎだよ。すみません、うるさくて。私が初めてラーメン銀河に連れてきてもらった時はラスのオーディションの後で、マスキさんと二人だけでしたから。ああ、あったなそんなこと。マスキは何かといえばすぐここに連れてきたがるよね。いいだろ別に。悪いとは言ってないよ。パレオはそのお気持ちわかります。自分が好きなものは誰かと一緒にめでたいですから。チュチュ様、パスパレのライブ行きましょうよ。そんな魂胆があったのね。私には情報収集って言っていたけど。まあ、怒った顔もとってもキュートです。皆さんもそう思いますよね。今度はチュチュをめでてるんだ、忙しいね。つうか、いつまでくっちゃべってんだ。注文は何にするんだよ。私、ラーメンにしようかな。パレオはチュチュ様と同じものにします。チュチュ様、どうされますか。チャーハン、ネギと紅生姜はなしで頼むわ。野菜は断固拒否って感じですね。チュチュ様、せめてネギは入れませんか。栄養が偏っちゃいますよ。たく、今日は特別に作ってやるけど、ネギの入ってないチャーハンなんて私はチャーハンとは認めねえ。もういいから早く作って。わかったわかった。で、ロックは。いえ、私は仕事中ですから。いいからちょっとは休憩しろって。大将、いいよな。のやつ、なんだかんだ言ってたけどチャーハン完食してったぞ。かなり美味しそうに食べてましたね。まあ、私からしたらネギが入ってないからチャーハンとは言えねえけどな。私はネギもちゃんと食べました。お嬢のまかない、いつも通り美味しかったです。ごちそうさまでした。別にいいって。
みんなの器こっちで流しちゃえよ。私はちょっとゴミ捨て行ってくっから。ふう、ラーメン屋さんってこんなに忙しいんだ。この後送ってくぞ。あ、なんか喋ってたか。ラスの皆さんが来た時のこと少しだけ。そっか。あ、ロッケ、次の休みうち帰よ。焼きたてのアップルパイ食わせてやる。おいしい。焼きたてのアップルパイにバニラアイスは溶けてて最高です。シナモンの香りとリンゴの甘酸っぱさとアイスの甘さが仲良く合わさってて、でも本当にうまそうに食うな。二切れまでならおかわりできるぞ。え？あ、でも一気に食べたらさすがに夕飯が食べられなくなるから、持って帰るか？いいんですか？大げさだな、ロックは。後で包んどくから忘れんなよ。ありがとうございます。あの、前から聞こうと思ってたんですけど、マスキさんはいつからお菓子作りを始めたんですか？お菓子作りは子供の頃からやってる。なるほど、道理でうまいはずや。ただドラムは物心つく前からやってっけど全然うまくならねえな。そんなことないですよ。どんな曲でもマスキさんの音にしちゃうの本当にすごいと思いますし、それにそれにマスキさんのドラムって聴いてるとワクワクするっていうか。落ち着けって。今のままじゃ全然満足できないって話だ。なるほど。すみません、なんかびっくりしちゃって。でも物心つく前からってすごいですね。よく親父たちに混ざってドラム叩かせてもらってたんだ。なんか勝手に自分はデスギャラクシーのメンバーだとか思ってたりしてたから。いいなぁ。ん？うちはなかなかギターを買ってもらえなかったんです。結局お小遣いをコツコツ貯めて自分で買ったんですけど、小さい頃は段ボールでギターを作って弾く真似をして遊んでました。子供が作ったものだからネックがすぐ折れちゃって、その度にガムテープで補修したり。懐かしいな。お前かっこいいな。かっこいいですか？この話をしてそう言われたの初めてです。小さい頃からギターやりたくて、今もバンドやるために一人で上京してきたんだろ。私にはできないかもって思った。一人暮らしする自分ってのもなんか想像つかねえ。こっちに来るって決めた時は私もただ夢中でしたから。しかし親戚の家がこっちにあるとはいえ、よく親に反対されなかったな。いえ、実は反対はされたんです。上京したいって伝えたのは中学生の時でしたし、でもポピポさんのライブを見てこっちでバンドをやるって決めたんです。この人たちしかいないって思えるような人たちだ。思い出してみると両親を説得するのは大変でしたけど、バンドをやりたいって気持ちだけは絶対に譲れなかったので。前から思ってたけどさ、お前ほんと頑固。え？そうですか？けど嫌いじゃねえよ。譲れないことがあるってすっげえ大事だと思うし、譲れないものを主張し合ってぶつかっていくのがバンドだもんな。私がやりたかったバンドもそういうバンドです。てかうちらの音が合わなくなる理由ってそれかもな。え？熱が入ってる時のロックはこの音って決めたら絶対に譲らないだろ。それはマスキさんもじゃないですか。はは、だな。私もお前と同じで好きなものをずっと追いかけてんだよな。子供の頃は
私の音を聞けば受け止めて返してくれる人がいてさ。でもデス・ギャラクシーが解散して自分でバンドメンバーを見つけようとしたら誰も私の音を返してくれなくて、言われんのはいつも、もうマスキさんにはついていけないだったよ。マスキさん、まあちょっと前までの話だけどな。マスキさん、まだ時間ありますか？一緒に遊びに行きましょう。は？遊びに行くって今からか？いいから、こっちです。お前、人を急に引っ張ってったと思ったらセッションって。でも今すごくいい感じに最後まで弾き切りましたよね。いい感じじゃねえよ。後半何度も危ういとこあったろ。確かにそうでしたけど、でも私やっぱりマスキさんの音が大好きです。力強くて、私だけじゃなく、ラスや観客のこともみんな引っ張っていってくれるみたいで、えらかっこいい。マスキさんの音は絶対ラスに、私たちに必要なんやって聞くたび何度も何度も思います。それに一緒に演奏してると楽しくて、きっとマスキさんがいつでも全力でやってるから私も思いっきりぶつかっていけるんだと思います。だから私、もっとマスキさんのドラムと遊びたいんです。マスキさんのドラムと私のギターで。私のドラムと？もしかしたらマスキさんと音を合わせたいって思ったのも、もっとマスキさんの音と遊びたかったのかもしれません。みんなは演奏へのこだわりだって言ってくれたけど、音が合わなくて途中でセッションが終わっちゃったのが悔しくって。だからもっともっと教えてください。マスキさんのことも、マスキさんの音も。お前、あれ、どうしたんですか？スティックを置いて。私、変なこと言っちゃいましたか？そんなんじゃねえよ。行きたいとこできた。お前と。え？バイク出すから後ろに乗れ。待ってください、マスキさん。ここって？もう降りていいぞ。柵の向こう見てみろよ。すごい！いいところだろ。星。ああ、星もよく見えるよな。はい。それに街の光がキラキラまたたいていて、見えてるところが全部星空みたいで、すっごく綺麗です。宇宙って感じだな。ここってあの写真の場所ですよね？だな。すっげえ景色だろ。ほら見ろよ、この写真この辺りで撮ったんだ。本当ですね。小さい頃のマスキさんがいるのちょうどここじゃないですか？あ、言われてみればそうだな。ほー、なんだよ、私の顔になんかついてるか？いえ、大きくなったなと思って。はは、うちの親父かよ。つうか、そりゃそうだろ、いつまでも子供のままじゃないんだから。あ、そうですよね。何笑ってんだよ。ったく、今度ラスの他の奴らもこの公園に連れてくるか。そんで同じ場所で写真撮ろうぜ。いいんですか？撮りたいです。うん。あ、でもチュチュは誘ったら文句言いそうだな。確かに。でも険しい山道ってわけじゃないですし、バレオさんと一緒に説得したらなんとかなるか。レイユさんにも助けてもらいましょう。レイか。まあ4対1ならチュチュも折れるかもな。ですよね。せっかくですし、その時はお弁当におにぎり持ってきましょうか。いいな、お菓子も焼いてこようぜ。何にするかな。アップルパイでもいいし、
いちごのケーキでもいいな。うわー、ペラ楽しみです。おはようございます。おはようございます、ロックさん。おーす。おーと、マスオさん、おはようございます。おはよう、二人とも。あれ、二人ってまだ一緒に行動してるんだっけ？いえ、今日はマンションの下でたまたま会ったんです。やっぱりずっと一緒にいるのってスケジュール的にもちょっと無理で。まあそうだよね。学校が休みの日にも予定はあるだろうし。それで演奏はパーフェクトに仕上がるんでしょうね。あ、気になんのか？別に演奏のことだからプロデューサーとして聞いてるだけよ。マスキ、もったいぶってるね。もしやもしや、ロックさんといつでも音がピタッと合うように。それか。特に何もなかったな。そうなんですか？もう何なのよ。あ、でも新曲の練習はもう二人ともバッチリですよ。当然でしょ。あなたたちはラスのギターとドラムなんだから。はい。それにしても残念ですね。お二人に何か成果があればパレオもずっとチュチュ様のおそばにいようと思ったんですが。お前は理由がなくてもチュチュと一緒にいいんだろ。そう言われればそうでした。パレオはチュチュ様のキーボードメイドですから。なんでもいいけど、30分後にはレッスン開始よ。それまでにおのおのスタンバイしておいて。かしこまりました。あと30分か。おい、ラッケン。はい、やりますか。おう、軽く合わせようぜ。お二人とももう練習を始めるんですか？張り切ってますね。別に叩きたくなったから叩くだけだ。あの、よかったら皆さんも一緒にどうですか？え、この後みんなで練習するのに？いいじゃねえか、来いよ。なんだか面白そうですね。パレオも混ざります。もうやるけど、練習に支障が出ない程度にね。やったー、チチさんも一緒にやりませんか？私も。関係ないって顔してんだよな。おい、私は楽器を弾けるわけじゃないし。チチさんのアレンジがあって初めてラスの音です。チチ様、やりましょう。チュチュ、分かったわよ。ウォーミングアップにはちょうど良さそうだし、付き合ってあげる。決まりだな。曲はどうしましょう？新曲でいいんじゃないかな。賛成です。 OK。 よっしゃ、始めようぜ、ラック。はい、それじゃあ